どうもメンディーです。さて問題です。私は今回どこに来ているでしょうか。ヒントはシルバーブラこの後すぐ。今回のムーブオン、舞台は銀座6。刻々と時を刻む東京の文化と空の狭間にある箱庭から戦前戦後のモダンを一望する夏の盛りの小旅行へ皆様をお連れいたします。いやーもうね、ずーっと取り上げたかったの。プライベートではもう大好きで何回も来ているんですが、あの梅雨明けて、でそれでなんかこうどうしても都内にいると暑い空気がもう地面というかアスファルトにどんどん蓄積されてってね、ぼやーっとしてきちゃうので、でここはもう本当に天空の箱庭みたいな感じで、いやーその吹く風も地上のそれとはちょっと違うっていうか、でこのね展望台っていうかこのスペースの良きところはこう緑がたくさんあってでそれでいてもう天空の箱庭っていうくらいだからもうじゃじゃーんって感じなんです。気持ちいい。いやーこうね、まあ昨年オープンした銀座6、ちょっと実はあのこの1年オープンから1年を過ぎて、私は決して悪い意味ではなくて、あの良い意味でこうなんていうんだ、人混みを気にせずに空中散歩ができるようになったというか、その日本人特有のオープンブームみたいなのも過ぎ去ってね、だからねちょっとようやくこの理想形の施設となったわけです、私としては。でやっぱりこの下の階にもいろいろレストランだのまあ、ブティックというかお店なので、蔦屋書店などたくさんいろんな素敵なお店が集まってはいるんだけど、やっぱりねこういうところで片山天楼なんだけどこういう花とかがさあったりする、そういうものと遭遇する感動の方がなんか私の中では大事っていうか、ねえ、なんかこうさ、なんかこの景色もこの施設がこの高さで立たなかったら見ることのできなかった景観なわけでね。でその地上から見上げることがあっても、この上から見下ろしたり上から向こうを眺めるその角度っていうか、また
違ったりするからさ。で実は360度ここはあのテラスっていうかこう施設の外側にこう通路っていうかぐるりと一周できるようになっているから、ある種そうね、本当にすごい高層のあのまあ東京タワーだとか、今だったらスカイツリーとかいろいろあるけど、その高さじゃなくてもうちょっとそのミドルな高さで、いやだからそのちょうど高層と地面の中間っていうバランスのいい高さでね、この街並みを東京を一望できるっていうような本当に素敵な施設だなって思っていて、でもとはここ松屋銀座だったんだけど、昔よく買い物に来てたりしてね。でもまだその松屋銀座がなくなって10年も経ってないのにね、こんなに様変わりするんだ銀座の街はっていうような、なんかこうなんか空気の流れが変わった感じがとてもしていて、そう東京タワーなんかも向こうに見えるんだけど、こうこんなにくっきりね、あの東京タワーの全貌が見える場所なんて銀座にはねほとんどなかった。もちろんほらあの商業ビルというかその高層ビルの一室からは見えたかもしれないけど、こういう展望スペースでっていうことでここまでくっきりこんな素敵な東京タワーの眺めと、そしてその夏なんかほら雲が絵画的じゃない。だからその油絵の中の東京みたいな感じの景色がその夏の銀座6の私のとても好きなところで、いいな。でなんか今ね私がすごく銀座で素敵だなと思うのは、もともと銀座もすごく遡れば今だとそのハイブランドだとかそういうイメージが強いけど、若者のその流行の発信地点だった頃もあったわけで、でなんかその先祖返りじゃないけど、こう今最近はこう若い人とまあ老若男女問わずというか、その人の流れが偏っていないというか、本当にいろんなジェネレーションの人たちがこう交差する街になったなっていうか、で多分2、30年前だと考えられないような、例えばそうね、今だとそのユニクロだったりだとか、そういうお店がこの街に出現するっていうのは多分2、30年前だと考えにくかったんじゃないかなと思うんだけど、でも私はなんか逆にそういう店の並びを見ていても、決してその決してあの裕福な人たちの街じゃないなくなってるっていうか、いい意味で本当に若者もあの集まりやすいっていうか、
興味を持ちやすいような街の作りになってきてる。でそれでまあ、もしかしたらその入り口はそういうユニクロだとか本当に手の届きやすいようなブランドから入って、来る人たちかも、若い子たち特にそういうイントゥーであっても、そこからなんかこの街の銀座っていうところの本当に古き良き、そして誇り高きこの街の隅々まで流れているその空気感に、酔いしれて、で やっぱりその銀座って不思議なのが、やっぱこの街に似合うような自分になりたいなって自然と思える場所っていう、だからそういう意味で若者がイントゥーしやすくなったってことは、本当にそういう気品のある素敵な大人への第一歩を踏み出しやすくなったんじゃないかなってすごく感じてます最近。でこう歩いていると親子連れだったりだとか、本当に若い女の子同士で遊びに来たりだとか、まあおそらくまだ高校生ぐらいだろうなっていうカップルだとかで、なんか大学院生の野郎同士だとか、なんか本当に少し前までだとあまり見ることができなかった人種の人たちとなんかこう遭遇できるっていう、でそれがこの銀座6っていう箱庭ができたことによって、よりこうなんつうんだろうな、形を見たっていうか、これからの銀座のその形、きっとこうなっていくだろうな、この街の人々の流れはっていうのを、なんか少し先取って散歩してると、この箱庭を散歩してると感じることができます。うん。でちょっと話をオープニングに戻すと、シルバーブラって言ってたけど通じ、多分ねそれは若い人には通じないかな、むしろその私世代でもあんまりちょっとそのもう少し私よりも大人の方、うん、が銀ブラって聞くと、お銀ブラっていうような銀座ブラブラの略でございます。本当にね、まあ高度経済成長期ぐらいかな、特にその頃は マイクに当たっちゃった風がいい風吹いてるからね、いいね。話を戻すけど、そうね、高度経済成長期あたりの頃とかは本当にね、こう母親と一緒にだとか家族で、家族連れでこの街をプラプラして、週末はじゃあ銀ブラするかとかっていうような会話が、今から50年くらい前、もっと前かも、50数年前とかはあったみたい。その夜ご飯のね、週末の夜ご飯の席で、でこう畳を囲んで、じゃあ明日銀ブラするんだったら少しおしゃれしていこうっていうようなお母様と、でそのお母様が乗り気になってその子供の服まで一緒に選んでたりだとか、で、あなたも少しはおしゃれしてくださいななんて言って、ご主人をせかすような、そういうようなね。でもなんかこういざ銀ブラをしているとちゃんと
そのお父様がねエスコートしてるっていうような絵、何の映像で見たのかちょっと思い出せないんですけど、それを何かの映像で見た時に、当時のドキュメンタリーだったか映画だったかすらもう覚えてないんだけど、なんかポコッとしてしまった。なんか銀ブラって素敵な言葉だなって。もちろんほらデートのことなんかも指すみたいだし、友人との遊びも。で、そうそう、さっきちょっと話に出ましたが、もともとはここが銀座の松坂屋の店跡です。これ見ると平成25年2013年までここにあったってことで、本当にだからまだ今2018年なので5年か、たった5年でこんなに変わっちゃうんだね。でこの松坂屋も90年この銀座の街を見下ろして人々を見守ってきてくれたわけで、多分なんかそ なんかぬくもりとか根付いてるんでしょうね。だから安心するんだと思う。単なるその新しくできた商業施設とかっていう意味合いよりも、本当にそういう箱庭、居場所、新しいそういうぬくもりを感じるんだと思います。でそしてこちらですよ、覚悟稲荷大明寺。いやあ、こういう時に限って私小銭を忘れてきてしまったすいません、後ほどてかもっと頑張るので見守って、銀座の空から見守っていてくださるとありがたいです。でここもね、こういう古き良き昔からあるものをその一新して壊してしまうってわけじゃなくて、こう元神社あった高さこそ違うけれども、まあね、同じ場所同じ敷地っていうか、ここにねあるっていう、いやなんか感慨深いものがありますけれども、ちょっとか感動してしまう。いやこう見ると本当に同じ銀座っていう街でも角度によって見え方が全然違うっていうか、色が違う、なんかその建物の色が違うっていうことじゃなくて、本当にその流れている色っていうのが全然違うんだなっていう。でもきっと本当はどこの街もそうなんでしょうね。なかなかそれに気づいてないだけで、そういうこともなんかこう気づかせてくれる場所っていうのが、やっぱこの銀座6のこの箱庭なんだと思う。でここを見るとスカイツリーが向こうに見えるわけで、なんか本当にこう、まあ、高さも大きさも全然違うんだけど、
双方が同じくらいの大きさで東京タワーもスカイツリーも見える場所っていうのはなかなかないと思う。なんか私実はまだスカイツリーって行ったことがなくて、で個人的にはあの東京タワーがとても好きで、ちょっとなんかこう気が引けちゃってるところがあるんだけど、こういうふうにあの銀座の街並みに溶け合っている東京タワーとスカイツリーを見ると、なんか不思議とスカイツリーにも懐かしさっていうか、なんか実際にやつがそびえ立つもっと昔からそこにあったんじゃないかなっていう錯覚に陥るから不思議だね。でもね、多分私は小さい頃から東京タワーを見て育ってしまっているから、きっと今の小さい子だとかこれから生まれてくる子供は両方あるのが当たり前なわけで、そう考えるとなんかちょっと反省しちゃうね。頭でっかちっていうか、まあまあ本当に顔でかいんだけどなんか自分の固定概念で気が引けちゃってるだけなのかなって。いつかは取り上げたいと思っていますので、スカイツリーもね。今はここからで勘弁してって感じそうね、なんかこうね、まあ、いつもこの番組は私のペチャクチャベチャリでお届けしているから、まあいつもそう何も変わんないっちゃ変わんないんだけど、なんか気づいたらもう一周してしまってました。いやー、そうか、今日実はホコ天なんですよ、土曜日だから。ってことはこっからの景色も見えるわけだ。あー見えますよ、時計が。でも本当よく戦火逃れてね、やっぱりよく好きでいろんな町の歴史みたいな写真集とかを調べて見たりするんですけど、やっぱり銀座ってなるとあいつは絶対いるわけで、時を刻んでるわけで、まあ、今日その回った方向としては時計と逆回りに実はこの箱庭を一周してきたんだけど、でもね、そうは言っても確実にこの街もそして私たちも時を刻んでるんだなっていうことをなんかこうふと感じるっていうか、ハッとさせられますね、この箱庭を一周すると。でもそれってすごいことだと思わない？なんかまあまあその人それぞれだけれども、ここを歩いて感じることは、まあ、ただ単に散歩っていうことでもちろんね、それがダメなんてことは絶対ないわけだし、でもなんかこう歩いていると、そうね、
自分もその時計の秒針なんだって。だからこう一歩一歩ずつチクタクチクタクってしっかりと一日生きてるんだなっていうふうに思うとね、一周し終わる頃にはすごくね、ポジティブな気持ちに私はなれます。センチメンタルとポジティブがちょうどうまい具合にこう交わり合っているような感覚っていうか感情になりますね。いやー本当にでも夏の空は絵画みたい。油絵だよね。油絵の世界だ。というわけで今回のムーブオンなんですけれども、このね銀座6からお送りしていました。あっという間に、あっという間、皆さん見ている皆さんがこれが長いと感じるか短いと感じるかはね、おのおのですけれども、まあこの後は私は私なりにまたこう残された人生をね本当に堪能してやろうって思います。あ、そう忘れてた、ここ足元、そう冬場はなかなかね歩く気持ちになれないけど、ちょっと童心に帰ってね、ウッあ元気だ。というわけでね、皆さんもうぜひまたこの番組をご覧いただいて、一度いらっしゃったことがある方でも、でまだ一度も来たことがないっていう方でも本当に、楽しめるような施設になっています、ただ単に楽しむっていうことじゃなくて、なんかその今の自分と重ねて歩いてると、なんかしっかりと時間を刻んでいること、生きていることにすごく誇りが持てるような、そんな有意義な時間が過ごせる素敵な施設だと思いますので、改めて、皆さん、皆さんの感性で、皆さんの、ステップでこの銀座6の箱根をチクタクチクタクしてみてください、というわけで私はそうね、下に美味しいものでも食べに行ってしまおうかな、ではまた次の旅でお会いしましょう。じゃあなんかもう未来に行くイメージで、メンディーでした。